山下芳樹君。日本共産党の山下芳樹です。まず資料1をご覧いただきたいと思います。これは平成27年8月25日に東京電力社長が福島県漁連会長に回答した文書の写しであります。赤い河川を引きましたが、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、多角種除去設備で処理した水は発電所敷地内のタンクに貯留いたしますとあります。この内容が国として漁業者に回答してきたものであることは、資料2に示した2020年6月23日の全漁連の通常総会における特別決議に、国はこれまで我々漁業者に回答してきた汚染水について関係者の理解なしに放出は行わないとする方針を遵守していかなければならないとの文言があることからも明らかであります。このように国と東電は関係者の理解なしには海洋放出は行わないと漁業者に約束をしてきました。ところが政府は4月13日関係閣僚会議で海洋放出の方針を決定しました。この関係閣僚会議には小泉環境大臣も出席されていました。そこで大臣に1点だけ聞きます。海洋放出について漁業者の理解は得られたんですか。小泉環境大臣。漁業者が今先生が言うこの全漁連の皆さんとすれば、岸会長などがおっしゃっているように反対は変わらないという、そういった発言をされているのを承知しています。私としては一方で復興の足かせになっているような現状は変えなければいけないという思いもある中で、双葉町そして大熊町の両町長が先送りはやめてもらいたい、そういったことを私はその言葉も重いと思います。ですので環境省としては政府として決定した以上、この今後何が一番大事かといえば、科学的な根拠に基づいて客観性のある、そして透明性のあるモニタリングを実現をして、その結果を内外にしっかりと公表をして風評を最大限抑制をしていくこと、そして少しでも多くの漁業関係者の方も含めた理解を得ていく努力を最後までこれからも継続的にやっていくこと、これが重要だと考えています。山下君。小泉環境大臣は2019年9月12日前の大臣が海洋放出しか方法がないというのが私の印象だと発言し、福島の漁業関係者から反発の声が上がったときにですね、福島県漁連の幹部と面会し、福島の漁業者に不安を与えてしまい後任の大臣としてお詫びしたいと陳謝されました。その漁業者に対して理解を得られていると言えないと、さっき反対していることは承知しているということは理解してないということですよね。理解しなければ処理しないと、放出しないという約束していたのにもかかわらず、大臣が直接2019年にお会いした、お詫びした、その漁業者の理解が得られないまま、要は約束を反故にしてこの決定をしたということについて、大臣責任感じませんか。小泉大臣。あの時私がお詫びをしたのは、まだ政府として正式に決定していない中で、しかも小委員会は経産省がやっているわけです。で、環境省は副大臣なども入っていますが、その決まっていない段階で他の閣僚がですね、私はこれがいいとかあれがいいとか言ったら、議論というのは私はプラスになることを言ったらそうではないと思いました。ですので環境省としてやるべきことっていうのはモニタリングの調整会議の議長としてあるわけです。ですからそういった役割を含めてしっかりやっていくこと、その中で、まあ、今漁業者の方の理解は得られたのかということであれば、県漁連の方、そしてまた全漁連の方、反対の思いは変わらないと、そういったことを言われている、その思いは梶山大臣も直接聞いているはずですし、そして我々政府も受け止めています。しかし政府として決定した以上、その皆さんに対しても少しでも理解を求めていけるような具体的なモニタリング、やるべきこと、風評の抑制、国内外への説明、しっかりと全力で政府一丸となって取り組んでまいります。山下君。ずらしたらダメですよ。約束は汚染水について関係者の理解なしに放出は行わないというのが漁業者と
国東電との約束だったんですよ。しかし理解されないまま放出を決めちゃった。約束を反故にしたんですよ。これからのことを聞いてるんじゃない、約束を反故にした。その関係閣僚会議の場合にあなたもいた。何か言ったんですか、ダメだと。何も言わずに黙って賛成したんですか。小泉大臣、さまざまな方の声があることは承知しています。そして今でも反対の思いを持っているのが漁業者の皆さんであるということも私は承知しています。一方で復興全体考えたときに、今タンク、そしてまた中間貯蔵施設、これら廃炉に向けて必要な最前線の現場にいられる方々の中には、先送りをしないでもらいたいと、そういう声があるのも事実です。そういったさまざまな声も含めて政府として考えてきたこと、その中でこの処理水という問題をしっかりと捉えた上での政府の決断があったわけです。この決断があって環境省としてはモニタリングの体制を今まで通りにやるのではなくて、新たに体制を強化してやってまいりますので、これから非常に重要だと、その責任を果たしてまいりたいと思います。山下君。これからの前にですね、政治というのは信頼が何よりも大事だと思いますよ。その信頼を政府の側から今回壊したと、もっと言うと民主主義の前提を破壊したというのが今回の行為だと言わなければなりません。責任極めて重大です。私は今回の決定は撤回してしかるべきだと思います。じゃあどうするのかと、タンクをちゃんと増設して管理保管して、場所もあるんですから、そういうちゃんとした調査提案もありますけど、それまともに検討してないんです。経産省は、世界の英知を結集して保管しつつですね、解決の道を探るべきだということを申し上げておきたいと思います。残りの時間でほとんどないんですけど、先週に続き神戸製鋼の新たな石炭火力発電所建設に関わる、アセスにおいて、環境大臣意見に事前に経産省が変更を求めていた問題について質問します。前回は大気汚染に関する部分について紹介しましたけれども、今回温暖化に関する部分を見てみたいと思います。資料3を見ていただきたいんですが、当初の環境大臣意見には赤枠で囲んだ中の横線で消された部分、本発電所の稼働に伴い年間600万トン以上の二酸化炭素を排出する可能性があり、最新鋭の天然ガス火力発電所を建設した場合と比較すると年間380万トン以上多く排出することになる可能性があるという記述がありました。燃料を天然ガスにした場合との比較で CO2 排出量の多さを具体的に懸念する指摘でありました。これに対し経産省一次意見は、赤い河川部分、具体的な排出量については詳細計画が確定していない試算値であり、何ら決まったものでなく可能性のみで記載することは不適切であり認めることはできないと削除を求めております。これに対し資料の次のページ、環境省4次意見はですね、河川部分、QA における事業者の試算値であり、本事業による温室効果ガスにかかる影響の度合いを示したものであると表明しています。事業者の試算値を用いなければ温暖化の影響を評価できないではないかという、これは正当な反論だと思いました。ところがその下の環境省4次意見追記を見ると、対面接種を踏まえ削除となっているんですね。対面接種で何があったのか分かりませんけど、理由もなく結論が変わってしまっております。さらに資料4を見ていただきたいと思います。赤枠で囲んだ中の、横線でこれも消された部分ですけども、現在、所有している火力発電所とともに2030年以降に向けてさらなる二酸化炭素排出削減を実現する見通しをもって、同火力発電所の休廃止、稼働抑制などの措置を計画的に実行することとの記述がありました。神戸製鋼はすでに石炭火力発電所を所有し稼働させている神戸発電所です。その上、新たな石炭火力発電所を建設するのなら CO2 排出削減を実現するために古い発電所の休廃止、稼働抑制を計画的に実行する必要があるという、私は最低限だが真っ当な意見だと思います。これに対する経産省二次意見、河川を引きました、ちょっと長いですけど、多くの電源を有している旧一般電力事業者とは異なり、本事業者は現在発電事業のように供する設備を一つしか持っていないため、
今の時点から低効率火力の休廃止、稼働抑制を明示的にプッシュするのは、電力事業をやめろと求めてしまっていることと同義ですので、御省がそのようなことを言わないことは理解してますか。環境大臣意見を見る一般の人はそこまで考えて発言しないので、個々の電力事業の実態を踏まえた大臣意見としていただければと存じますと、こうあります。なんだこれはと思いましたね。よう考えて発言してねと、茶の間の会話みたいな意見でありますけども、こんな筋の通らない意見に対して環境省は一言も反論せずに、同火力発電所の休廃止、稼働抑制などの措置をとしていた部分を削除しました。これ黙って落としてるんです。環境省、今紹介した2例、どういう理由で削除したんですか。和田総合環境政策統括官。お答え申し上げます。2点ご指摘あったかと思います。1点目の天然ガス、資料の3にございました LNG との比較を削除の関係でございますけど、まずそちらの方から、参りますと、まずは、温室効果ガスを最大限削減するということ、これがまず究極のテーマだということの前提におきまして、確かに一部、事実関係の確認でありますとか、技術的な限界などを踏まえて、削除するというようなことはありましたけれども、少なくとも、最大限の対策技術を導入するということでありますとか、さらにはこの LNG の関連で申し上げますと、これ、配慮書の段階で、平成27年2月の段階での、意見調整形成になっておりますが、最終的には30年に準備書を出していますが、その間に、経産省、環境省の間で、石炭火力を2030年までに向けて、どういうフレームワークで、規制をしていくのかというフレームワークができましたので、それを受けまして、ここのあと、さらに、準備書の段階では、実行可能なより良い技術というだけではなく、平成28年に、調整しました、具体的な数値目標、2030年に向けて数値目標なども織り込んだところでございます。石炭火力についても、時間が限られておりますが、石炭火力の関係の稼働抑制についても、同様に、ベスト、どこまでできるのかということの追求の一環で、このような結果になったところでございます。山下君。先週も言いましたけどね、ベストを追求するのに削除する必要ない部分なんですよ、これは。むしろあった方がベストが追求されるんではないかと思うんですね。で、国民が納得できる説明はできないと思います。で、なんでこんな説明不能な環境大臣意見の削除がまかり通るのか、資料5を見ていただきたいと思います。で、これは経産省の産業保安グループ電力安全課が作成した神戸製鋼所のに関わる環境大臣意見をどうするか、経産大臣勧告に関わる検討結果の文書から抜粋したものですが、この環境大臣意見の番号に左上なんですけれども、石炭火力発電をめぐる環境保全に係る国内外の状況を十分認識し、本注意を検討することという意見について検討した結果、経済産業大臣勧告に盛り込むとされております。で、その下に経産省の内容、検討内容、理由が述べられているんですが、最後の赤い下線を引いた部分に注目していただきたい。なお事業者は本意見が勧告に盛り込まれることに納得しており、評価書に反映する意向であるとあります。以下、これ、ずっと7ページにわたって、19項目の環境大臣意見について、経済産業大臣勧告に盛り込むとされたものをすべて見ますと、事業者は本意見が勧告に盛り込まれることに納得と記載されてるね。納得と。驚きました、これ、経産省に聞きますけれども、経産省は環境大臣意見を事前に事業者に示している、見せているということですか。経産省大臣官房、後藤審議官。はい、お答え申し上げます。環境アセス法の3条の8に基づいて制定されました基本的事項において、評価というのは、事業者により実行可能な範囲内で回避され、または提言されているか否かについて、行われることが求められておりまして、事業者の計画が従前であるか精査するために、技術的制度的な観点から事業者へ確認を行っております。で、事業者の納得という文言は、でございますけれども、関係者からの意見に対して、事業者が実行可能な具体的な対策を考えうるかどうかということを意図しているものでございまして、アセスの手続きにおいてですね、事業者が納得しているということで、プロセスを進めているものではございません。山下君、なんですか、見せてるんでし
前に。後藤審議官。はい、この図書自体を見せているということ、ではなく、環境省がこういう、意向があるというようなことを、伝えていることはあるのではないかと思います。山下君、はいはい、ちゃんと答えてください。後藤審議官。はい、失礼しました。環境大臣権につきましては事前に事業者の方に確認をするというプロセスを踏んでおります。山下君。見せてるんでしょと。事業者に見せてるかどうか。後藤審議官。事業者に図書に事前の意見については見ていただいております。山下君。見ていただいておりますということですよ。これ重大だと思いますよ。何のためにアセスやってるんですか。小泉大臣、先週環境大臣として言うべきことをしっかり盛り込んでいると答弁されましたけれども、しかしこの意見の形成過程の実態を見るとね、事業者が納得した内容だけが残り、事業者が納得しない内容は経産省の事前の、まあ、横やりで削除されている。これでは言うべきことをしっかり盛り込むことなんてできないんじゃないですか。申し合わせの時間が来ております。小泉大臣、簡潔にお願いいたします。はい、山下先生から前回お尋ねもありましたときにも、言うべきことは言うと。これは大臣レベルとかだけではなくて、事務方同士の調整の中でも言うべきことを言っていかなければならないと思っています。まあ、今までこの資料も拝見をしますと、これ1回ですんなり引いてるのかっていうような、こういったところも感じないことはありませんので、事務方に対しても環境省としての責務をしっかり果たすよう、必要なことを言うべきことは言うことをしっかりやってまいりたいと思っています。この仕組みでは言うべきこと言えないということを申し上げて終わります。